の白菊幼稚園では2月3日の節分を前に豆まきが行われました。登別の雪人と呼ばれる鬼たちに園児たちが追い回され大泣きするのが恒例となっています。参加した園児はおよそ70人で、豆まきの後、最後は鬼と仲良くなり、記念写真を撮影していました。